じゃあ出て本来の目的地行こう。ちょっとどこに行くか忘れちゃったけど、この道に沿ってれば行けるだろう。そんじゃあ何から話そうかな。ん？2年前の事件のこと、ゆらぎっていう現象と異世界について詳しく教えてくれ。2年前の事件、あれは異世界とこの世界を融合させようとした悪党どもをぶちのめすっていう出来事かな。は？もうついちゃったわ。この日本では夫婦から神羅と敵対していた組織、何これ、あ、オーマっていうのがいたの。そいつらが揺らぎというこの世と異世界をつなぐ道を作り出して世界を混沌に導こうとしたの。それを俺たちが阻止したってわけ。異世界っていうのは文字通り私たちとは異なる世界のこと。ザベルが言ってた魔界ってのもその一つ。悪魔やらゾンビなどが住み着いてるオカルトチックの世界よ。そんなバカな話、実際に見ただろ、あの化け物ども。他にも神様がいる展開、メルヘンチックな幻想界もあるんだぜ。今から行く三島財閥の当主、三島平八もその事件に関わった人物の一人。さらにヘリエスと関係してることからするとかなりの危険人物よ。三島平八が敵として出てくるのちょっと悲しいな。できれば一緒に戦いたかった。なんか分かったような分からない。まあ子供だからな。アスカ、お前は俺たちには後をついてくるだけでいい。こればかりは口では説明できねえ。そんなに知りたけ、これから会う信頼エージェントにでも聞いてみるんだな。なんだよそれ。まあいいじゃないの、知らない方が気楽でいいわ。確かにそういう部分もある。なんでジルさんは関心がないのさ。あれ、ちょっと仲良くなってる、もしかしてこのパーティー。私はもう化け物とかは奴らなのに十分なの。今はとにかくヘリオスから機密資料を回収することで頭がいっぱいだわ。そういうこと。お前さんも自分の任務のことだけを考えな。話終わりました。じゃあ行きましょう。え、ここが三島財閥だとしたら近すぎないか。世界有数の財閥である三島財閥の高層ビル。入ろう。いや、ちょっと待て。あ、これでも入るしかないか。入ろう。お、第12話、愚かなる鉄拳王。愚かなる、遅いの遅いの。誰こいつ。少しは落ち着け、ショーム。まだ到着してから10分しか経ってないだろ。何を言っとるか、レイジ。あ、もしかしてこれが噂のアリス・レイジ。10分前行動というのは学校で習わんかったんか。夜中までインターネットやってて寝坊したやつの言うセリフか。仕方ないだろ、ヤフオクで終了時間が夜中じゃったんだから。ヤフオクってこの世界にあるんだ。しかもなかなかしぶといやつがいて長期戦になったんじゃから。お前またしょうもない代物を落札したんじゃないだろうな。しょうもなくないわ。ちょっとした初回限定のとある DVD をちょっと。まったく、こんなのが1000個とは思えんな。1000個。お、なるほど、このアリス・レイジってのがこの世界の鍵を握る人物だったりするだろう。これは遅いぞ、お主たち。いや、すまない、ちょっとしたトラベルがあって遅くなっちまった。なんだ、何かあったのか。ああ、実はな。かくかくしかじか。なんだと、魔界の連中が。ほんとわけわかんねえぜ。やつらがこっちの世界に来れるのは不可能なんじゃないのか。あの戦い以来揺らぎの存在は確認されていない。だがもしかしたらまだ日本には何か大きな歪みが起きているのかもしれんな。確かに俺たちが初めてモンスターに接触したのも日本の領海に入ってからだ。まあ大会ごとに巻き込まれなければいいんだがな。あいにくだが結構厄介なことがこちらでも起きてしまっててな。え？実は2日前本部にヘリオスが乗り込んできたんだ。ヘリオス、もうここまで進行してるのか。そんなことあったのか。あの事件を喫血に作られた対超能力者高出力振動波を根こそぎ持っていきよっての。ああ、なんか一番最初にそんなような装置あったな。一番ノビタとワルキューレが出会った時の世界で、それでノビタたち異世界に入ったんじゃなかったっけ。大層な名前だな。なんだいその超兵器は。対超能力者用に作られた神羅初の対オーマ以外の兵器だ。魔法やらその他の特殊な精神攻撃を持つ奴らがこの世界を攻撃してきても撃退できるようにと政府は壊した。何を言うとるのが。だがそんなものをどうしてヘリオスが欲しがったのか、その理由がわからん。ちょっと待って、それって結構まずいんじゃないの。は？食い物の話してんじゃねえんだぞ、フラニー。あんたと一緒にしないでよ。チェック。三島財閥は国際テロ組織ヘリオスに軍事支援をしてるのに、もう読み方わかんない感じはちょっと、読んでるふりをして、読んでこう、これから。その三島財閥の都市、三島平八は揺らぎのことも異世界のことも知っている。もしかしたら、三島はヘリオスと協力して異世界を侵略しようとしてる可能性があるってことよ。まあ、平八はね、正直鉄拳シリーズでも悪いやつではあったから、
まあ、考えないこともないな。そんな大げさな。まあ、味方になる可能性の方が低いわ。確かにその話にも一理あるが、いくらあのとんがり親父が異世界のことを知っていたとしても、転移の方法までは。そんなの本人に聞けばいいだろう。そういえば、信号が二人パカいるようじゃが。そういや、紹介がまだだったな。こちらのウーマンは、反アンブレラ組織のエージェント、ジル・バレンタインだ。はじめまして、信頼エージェントさん。でもとはこっちの坊主は、ブラント国のザフトの軍人、シン・アスカだ。はじめまして。なんじゃこんな子供が助っ人してて なんだと確かにワーコードが加入すると上の連中が言っとったが、ここまで飽きだとは思わなかったぞ。このダメギツネの言うことは気にしないでくれ。俺はアリス・レイジ。こいつはファーレイだ。特にこいつはかなり世話役かもしれんが、よろしく頼む。アリス・レイジかっこいいな。はあ。自己紹介も終わったことだし、そろそろ本題に入りましょう。なるべく戦闘は避けたいからバレないように侵入したいが、いや、ガンガン戦闘してこうぜ、もう。安心しろ。そこら辺はすでに俺たちの方で考えてある。戦闘したよ、俺。まずは正面玄関の隣にある非常階段を使って侵入する。社長室のある40階につながるエレベーターは31階からかしかめちゃくちゃ長そうだな。30階のフロアで見つからないように進み、31階にたどり着けば難なく社長室に乗り込めるというわけだ。あら、意外と楽なのね。とにかく平八のところに着けばいいんだろう。見つかったって全部投げ払えばいいさ。俺と同じ考え方をしてる、新アスカ。お主、あんまりここの連中舐めたらいかんぞ。平八自身、鉄拳王と呼ばれる偉大な格闘家じゃ、そうそう簡単には捕らえられんぞ。とりあえず行きましょうよ。こんなところで止まってる方がかえって目立つわ。それもそうだ。それじゃあ、三島財閥ビルに潜入するぞ。おレイジが仲間になった。ファイリーが仲間になったぞ。この二人は多分同じ作品のキャラか。あ、この人アシストキャラか。アシストキャラの使い方分かったからな。もう怖いもんなんてねえぜ。ってことで何使おうかな。あー、困ったなー。とりあえずこいつメインキャラっぽいから使いたいよな。で、全体攻撃のジルも使いたいけど、俺個人的にシン・アスカがめちゃくちゃ好きなんで。入れよう。アリス・レイジ入れよう。アシストどうしようかな。せっかくだしこっち使ってみる。これでいくか、一旦。まあ、ジルはどっちにしてもレベル一番低いからな。それ考えたら、ブルース・シン・レイジでいいかも。よし。セーブしていくか、じゃあ。こっちでいいのかな。そういうことか。シンだってさ、俺聞いたことあるなと思ったら、ファイナルファンタジー7のあれだわ。敵グループだわ、確か。うひゃー、見とるだけで腰が痛くなる階段じゃの。そう、ファイナルファンタジー7のその死んだビルっていうところもこんぐらい階段があったんだよ。多分同じ会社だわ。それ平八が引き継いだんだ、きっと。この階段からなら気づかれずに30階までたどり着けるはずだ。途中の階に忍び込んでエレベーターで行った方が早いし楽じゃ。作戦変更するか。それに万が一見つかったら厄介なことになる。そんな年寄りみたいなこと言ってどうすんのよ。口調もそうだけど。え、何、私の顔になんかついてる。実はフローラーはこんな若い子の格好してるが、実は765歳なんだ。これ、ブルースが言ってた765歳の、なんか、変な奴がいるって言ってたよな。こいつのことだったのか。はぁ？ブルース！いや、でもだな。将来は千個で、あっつい子だ。千歳から、生体として扱われてたな。千個からすればまだ若者で、人間に例えると17から18歳って感じなんだ。千個？中国の狐の妖怪のことよ。将来は人間ではなく妖怪なの。妖術使いでもあったよ。信頼にとって欠かせない存在なのよ。とにかくわしはお主たち人間から見るととんでもない年だが、千個から見ればまだピチピチなんじゃ。どやったな今、シンアスカ。ぐらー、そこ笑うな。下に見たな今。あー、もうダメだ。お前が何歳だろうがどうでもいい。さっさと登るぞ、レイジー。じゃあ行こう。上に上がってきます。あ、ここちょっと階段微妙に登りづらいな、これ。これ敵にもうマッチングするかな。これマッチングすぎないわ。これ階段上がるのは結構辛いぞ。え？何も来ないことある？長い。早送りします。
あー着いた。これ着いたけど、これバレないように行くの無理じゃね。もうバレた方が早いんじゃないの。見張りがいるな。どうするんだ、強行突破しかないか。こういう時は大人の雑誌を仕掛けておいてじゃな。ナイスなアイデアだな。そんなもんあれか。あの銅像に身を隠しながら行けばなんとかやり過ごせるんじゃない。そうね、それが一番いいわ。見つかったって俺が全部抱き払ってやる。シーン、シーンアスカがすごすぎる。あ、これいけるか。なるほど。これ俺マッチングしてもいいけどな。でもまあ一応こういうことか。こうやってバレないように。よし、いい感じじゃない。でもよし、ここで、おい、余裕ですね。普通にいけたわこれ。でもどよかったかな。できればレベルアップしてった方が良かったか。これレイジレベル4か。不安だ。レイジ大丈夫かお前。ここのエレベーター行くとおそらく先に進みそうだから、先にこっちとか見てこ。あ、アカネ。こっちは？こっちも開かない？アカネ、もうエレベーターしかないのか。行くかじゃあ。よし、このエレベーターに乗れば平八のいる社長室はすぐそこだ。あっという間に着いちまったな。なんじゃ、意外とあっけないの。なに、仕事は楽な方がいいさ。早いとこ行って、奴らの暗示との場所を明かせようぜ。大丈夫かな、これ。ん？何？え、バレた？もしかして。なんだ？侵入者発見、侵入者発見。警備部隊は直ちに敵を殲滅せよ。見つかったの？なぜ？バカな！潜入は完璧だったはずだ。完璧じゃなかったんだよ、じゃあ。中にスパイがいるんじゃねえの？くそ！やはりエレベーターが停止してる。なんなんだ、一体どうしたってんだよ。このエレベーターは警戒レベルが上がると社長室侵入を防ぐためにストップする仕組みになってる。なぜ？お前レイジ、お前なんでそんなこと知ってる。ひょっとしてお前スパイなんじゃねえのか。これを再び作動させるには39階にある解除装置を操作しなければならない。なんでそんな詳しいの、新ラビルについて。それじゃあ早いとこ39階に行きましょう。そう簡単に行くと思うな。このビルの31階から39階は侵入者対策用の防御エリアとなっている。防御エリアの内部は2つのブロックに分かれていて、それぞれのブロックにある解除装置を同時に作動しなければこのエレベーターは再起動しないんだ。めんどくせえ構造してんなーこの新ラビル。つまり二手に分かれて行動する必要があるんじゃな。それぞれのブロックの入り口はこの階にあるはずだ。ブルースとファーリン、ジェルのアルファチーム、オルトフィアル、シーンのベータチームに分かれて行動するぞ。複数バディコードの説明は大丈夫かな。多分全この前やったのび太とかバルキューレとかのやつと一緒だよね多分。家っていいかな。多分シフトキーを押せば別グループの方に行けるはず。よし行くぞ。でも22に分かれんのちょっと不安だよな。まずレイジの方から行こうか。ん？なんか言う。いやーなんか厄介なことになっちまったな。内部協力者。とりあえず役立ちそうなブツは用意しといた。有料だが我慢してくれや。こっちも行けるために戻ってるだ。もう武器商人的な存在がねえのか。アクアジスト買っとこう。意外とアクアジスト使えるから。俺ね、アクアジストなくて困ってこと結構あるから。TP、あ、TP を回復っていうのもあるな。一応買っとこう。今お金めっちゃあるな、てか。全然き、いや、お金や。お金あるけど、いや、お金あるけど、そんなに、多分。防御エリアには SP 以外にも戦闘用アンドロイドも配備されてるらしい。特にプロトタイプジャックは耐熱コーティングされてるから、熱系の攻撃はあまり通用しない。頭使って戦えよ。マジで？あ、やべ。なんか来たぞ。とりあえずちょっとアリス・レイジの力を試してみるか。なるほど。剣タイプか。まあ、通常攻撃でこいつらやっとくか。TP 無駄にしたくないしな。あーちょ、敵ちょっと強えか。敵ちょっと強えな。これで飯を食ってるんだ。負けはしない。これで飯を食ってんのか。じゃあちょっとアリス部門から先進んでみるか一旦。はい、なるほど。これをすると、あ、なるほどなるほど、そうやってやってくんだね。待って、あれ、ちょっと待って、これさ、もしかしてだけど、え、これやべえ、説明聞いときゃよかった。あっちの変更の仕方わかんねえわ。ちょっとやべえ、やっちまったわ。どうしよう。なるほど、パーティー変更でこっちに移動できるってことね。
オッケー、わかりました。Let's go。 いける。そこだ。いや、割といける。終わりよければ全てよしってな。ブルースはレベル上げてるからな。多分いける。そんな、おい、もう。なんでそんな来んの？はぁ、大変だった。はい。で、ここでパーティー変更しましょう。やべぇ。変なところで長く時間使っちゃったな。ん？手間かけさせやがって。ここでくたばんな。また黒服だよ。黒服はね、もういいわ。いや、一気にやっちゃうわ。ピンポイントショットで全体攻撃でいけるでしょ。Let's go。 こっちもレベル上がってんだぜ。おい。いや、通常攻撃でいけるな、もう。で、防御でいいでしょ。そこだ。ここで無駄に必殺技使いたくないし。終わりよければ全てよしってな。おい。よし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 。進んでる。ん？また出たよ、アンドロイド突撃部隊。侵入者排除しろ。どんどん出てくるな。ああ、またこいつらです。こいつらだけちょっとうざい気がするんだよね。一応扇で、扇でまず緑消そう。このよくわかんない、ま、お邪魔するドレミみたいなやつは倒せる、普通に。うん。いや、強くない、強くない。普通に連打ゲでいける。はい。よしよし。ここぐらい。はい、倒した。なんとかなったか。冗談じゃないぜ。冗談じゃないぜ。もうジルもレベル6、あ、やがるな、ここ。何、また破壊せよ、破壊せよ。やば。こいつらに技使うべきだったか。ああ、こいつか。だったら余裕だ。だったら余裕だぜ。全体攻撃で一気に決める。ブルース決めろ。死ね。よーし、まだ生きてるか。まだ根が深いな、てめえ。だがこれで終わりだ。ショットガンでな。よし。終わりよければ全てよしってな。甘えんだよ。俺をなめ、見くびるんじゃねえぞ。あ、ついにレイジのとこまで来たか。あ、レイジのところなんかいるな。よし。解除装置は別の部屋にあるものと同時に起動しないと動作しない。アリスたちが到着するまで待とう。じゃあアリスの方向行きましょう。で、アリスの方向にちょっとなんかいたな。最後の砦みたいなやつが。ここから先は行かせんぞ。試してみようではないか、この魔法と呼ばれる力を。はい？何を言ってんの？やべえ！ハゲがいる、真ん中に。ただものじゃない感がある。これはまず周りからやろう。間違いなく周りからやった方がいい。やばい！ TP がもうない。いや、TP なくてもいいか。そんな強くないしな、魔人剣は。オッケーオッケー。やるな。てめえやりよるな。ここはアクアジスト使っとくか。お互いがお互いにアクアジスト使い合おう。これがチームワークのやつだ。やりよる。やりよるな。先に黒服やっちゃおう。黒服やってからが、ハゲとの戦闘だな。やばい。黒服にちょっと手こずってるか。やばい。なんだ今の。今のスタン攻撃。サンダー撃ってきやがったこいつで。ストーンザッパー？何それ。知らん技出してくるんじゃねえ。雑魚がよ。やばい。これもうやばいか。ゴールド使っとこう。レイジはゴールドで、君は回復だ。新アスカ。少しは温存しないとな。休め、ちょっと。ゴールド！オッケー。よしよし。これでもう、ゴールドがもう使えなくなっちゃうから、これが最後のゴールド。ここで決めとく。ゴールド！よし！結果は頂上の至りというところか。甘いんだよ。雑魚がよ。うぃー、とんでもないやつだったの。大したことねえぜ。魔法までもこの世界に持ってくるとは。正直ここまで行くと、三島とヘリオスの関係は相当厄介なものだぞ。わしが使うような術を誰でも簡単に覚え使えるとは、さぞ恐ろしい世界じゃの。お、これは。ん？呪文書を手に入れた。なんだその古臭い本。奴らの持ち物のようじゃ、これは幻想界にある魔法を覚えるための本じゃな。そうじゃ、シン、試しにこれを読んでみろ。お、シン覚えんのか。
おい、面倒なこと起こすなよ。物は試しじゃ。師匠と弟子の関係だったりする？このレイジとさ、この狐。癒し、それは生命が求める安らぎの欲。あ、回復覚えるんじゃない？この呪文書には白魔法の基礎である癒しの魔法ヒールが込められている。使用魔法は使用対象の姿を脳内に思い浮かべながら魔法名を叫ぶと使用することが可能。なお、この本は一度魔法を習得させるとその効力がなくなるので二次使用は不可能です。なんだこれ。どうも呪文書とは思えないような文章じゃな。じゃあ実験台にレイジを対象者にしてやってみ。なんで俺が実験台なんだ。ヒール。ヒール言ったって、お前言ってる側から。何も癒しと思われる症状は感じられないが。あれ、なんじゃろ。さっきまであった腰痛がなんか急になくなったんじゃが。すごい、まさかこんな力が存在するなんて。なんじゃと。なるほど、お前もなかなかできるやつだな。お主、よもやこの場所を実験台にしよったのか。これで効果は立証されました。実験台お疲れ様で。なんだ、犬猿の仲なのかお前ら。そいつはじゅっと、ん、そいつは頼りにしてるぞ、シン。まだ主は終わっちゃらんじゃ、わしは認めんじゃ。シンはヒールを習得した。まさかのシンがヒールを習得したの。あ、でもシン、これでちょっと役に立つかもな。行くぞ、準備はいいか。あいつの無番状況だ。今から3秒数える。ゼロになったら解除装置を作動させろ。オーケー。3、2、1、ゼロ。オッケー。危険レベル解除、社長室へのエレベーターが再起動したぞ。これで三島の下へたどり着ける。まったく、とんな道草じゃったの。あーレイジー、足腰が痛くてもう歩けん、おんぶせい。年寄り扱いされたくないんじゃないのか。にゃ、しんちゃーん、だ、か、黙って歩け。当たり強すぎるだろ。この、さっき会ったばっかだろ。お主ら、もっと女の子を大事にせんか。お、ついにここまで来たぜ。合流したのか、これ。あ、ここでアイテム回復、アイテムを変えるのか。ちょっとセーブだけしとこう。ここのエレベーターを開けると多分、念願の三島平八に会えるんじゃないかなと思うんだけど。もう俺は戦いの準備はできている。覚悟は決まってある。三島平八勝負だ。潰してやるぜ。完膚なきまでに。すごい銅像。自分のこと相当好きなんだろうな、これ。よし、行こう。